はい、おはこんさつま、うじみでごわす。皆さんは、YouTube ショートというですね、まあ15秒ぐらいから1分程度の短い動画を見たことはあるでしょうか。まあ、スマホ版だとよく見られる機能ですけども、もちろん PC などでも見られるんですけども、まあ、人によってはですね、自分の動画を切り抜きだったり、面白いシーンを抜粋したり、まあ、ショート動画用の単発動画を流したりしているのが、まあ、YouTube ショートってものなんですけども、まあ、牛もですね、実は月曜日たまーに上げているんですけどもね、よかったらですね、過去のものでもいいので、概要欄の方に貼ってたら見てほしいんですけども、まあ、それはよかとして、今回はですね、ちょっと最近牛も見ているショート動画の中に、うちのガヤがすみません、というですね、まあ、番組の YouTube チャンネルのショート動画がちょっとあって、それを見たらですね、若者の言葉を鹿児島弁に訳した、があったんですけども、それがですね、面白かったんですね。その中にあった鹿児島弁の一部を紹介したいと思います。一つ目はそれなですけども、まあ、これはですねだからよですね。これも過去にも紹介してたんですけども、沖縄などでも似たような、まあ、意味とか使い方の方言が、まあ、存在しているので、まあ、分かる方も多いかもしれないですね。これは分かるかもしれないです。二つ目が、キュンです。まあ、キュンなんですけども、まあ、婚約仕方ですね、想定外ですね。こちらは、すっじゃ、というですね、好きです、的な意味の鹿児島弁でございますね。恋は恋で可愛いから使ってほしいところでございますね。まあ、鹿児島弁の方ですけどもね。まあ、キュンもキュンである、いいのかもしれないですけどもね。三つ目がですね、ピエンなんですけども、いや、コンピエンも流行りますよね。まあ、今では死語になりつつある言葉ですけども、こちらがですねグラシカという、かわいそうなどの意味の方言になるんですけども、まあ、グラシカも十分ありかなってなるんですけどもね、まあ、ピエンはピエンでよかですけどもね。最後はですね〇〇しか勝たんという、まあ、ネットでよく聞く用語でごわすけども、こちらの訳し方が〇〇が一般となったんですけども、一般っていうのは、まあ、一番という意味なんですけども、まあこれはこれやりですね、あたいが一般じゃが